撮れてますか？撮れてます。長さん、田辺、長さんと田辺じゃあ乾杯。というわけでね、はい、どうしました？あ、すっごい味。クリスマスにかこつけて、はい、1年振り返ろうって話。ああ、そうか。今年も1年いろいろあったね。もう1年終わりますか？もう1年終わるよ。あっという間だよ。覚えてないですね、もう何やったか。覚えてない。1月何やったか覚えてます、うん、マジで覚えてない。1月だからどう。もうでもすごいよ、もうだって来たね、来たね、来たね。みんなやるやつでしょ。あ、来たね。みんなやんないの。来たね。わ、最悪。まず、その声優デビューしてますね。ジジジタベローってあるボツボツの。え、まずね、うん、ベチコとリーナがエロボイス声優2回目かな、これデビューか。あ、2回目？あ、野生デビューかな。2回やってんだっけ。2回目じゃない多分。1回目じゃねえかな、うん、え、これ2回目声優デビューって書いてある。電動オナホね。そうラブコスメ、ラブコスメだ。あれ今年1月なんだ。なんか、わかんない、話聞いてたのあれかもしれないけど、そう、1ヶ月前の動画だから。桜の恋猫さんね。そうだ。なるほどね、1月。だって家が汚かったっていうね。あ、もっと前か。あ、そうだね、私の家が汚かった。あ、え、正月に行ってんの？正月になんか片付けてるよね。あ、違う、大晦日というか、年末に行ってんだ。そうか。それの動画だ。お母さんにめっちゃ怒られた。今年の初め、見てるから。あー、そっか。うん。で、そのラインミスして、いやそれもう最悪。はいって、最悪。そう、無視してたよね。したりはするよね。もう2月くらい。あ、2月。うん。あ、ここ絶対無視しないでね。ね、スルしないでよ、絶対。田辺がやらかしました。あれ、2月くらいかな。そう、ね、うん、2月10日だね。あー、第一刻ね。第一刻第一刻寝坊。ワンコスボを食べたんだ。ワンコスバー食べて、食べすぎて、寝坊しちゃった日が2月。第一四国でワンコスバ編やってるよ。ああ、そうか、うん、壮大な。で、その時に雪降ってたんだ。だから雪のせいにしたんですよ、私は。全てまずそうだ。なるほどね。前日に雪降って、そう、雪ですよねって。雪でなくなる。1戦目がね、すいませんでもごめんなさいでもなくて、はいはい、それが議題に上がった。なるほどね。で、ワンコそば食べちゃってたっていう。あと態度もね、あんま良くなかったよね、初回は。いや、初回、いや、通年で良くない。で、お母さんにまた怒られた。お母さんに怒られた。で、ライン無視して。いや、ここがライン無視、ここがライン無視してる。最低な人間だね。まあね。あ、なんか、これはね、俺らの動画を振り返ったら、その、社会情勢も、社会情勢というか、1年の社会の流れも分かるわ、なんか、大体。3月に、うん、大の大人が付き合ったどうのでお祝いラップの動画を上げてる。某ね。あれ3月なんだ。確かにそうなんだ。3月なんだ。改めてね。そういう振り返りなんだ。まだ付き合ってますか？別れたラップもやってない。別れラップしてない。別れラップしてない。おめでとう。あったあった、4月。中須さんが事実を暴露。実は AGA でした。今年か。中須さんの衝撃のね、 AGA だっていう、だったというか AGA だということがね、衝撃だったね。今年一番かも、この衝撃。いや、まだ結構分かってたかも。なんか分かってたことをね。でもこの時なんか治療するかどうかっていう話だった、うん、だからこの時なんか治療費いくらかかるって言われたんだっけ。いや、もうめっちゃ200近かったんじゃないか確か。うん、なんか、ね、うん、で、どうしたの治療は。いや、だって1回やめたの。だって治療はどうしてんの？え？治療はどうしてんの？治療は。治療してないよ。そりゃそうだろ。見りゃわかるよ。うん。うん。あれ？持ちこたえるよ、ほら。すごいタイトルだな。4月23日、田辺が裏切りました。え？何言ったのよ。まあ、大寝坊だね。ああ、これ。え、だから、その、あれ、最初のっていうか、まあ、それまでにもめっちゃやってんだけど、動画にして、大寝坊。ワンコそばから2ヶ月しか経ってないんだ。はい、ですね。すごいね。メリークリスマス。で、ツイッターでおはよう、おやすみを始めたんだ。お家でどうすんのお前っつって始めたんです。始めたんだ。始めて今のところ今もやってるもん、ね、はい、これはやってます。うん。あ、で、ゴールデンウィークに大阪行ってますね。ああ、今年か。
だいぶ楽しかったなだいぶ楽しかった、ね、だいぶ楽しかったデイドリーミーって、うん、2期にね、もう泊まるとこないからもうラブホー行くってすごい誘われて本当に困りますっつって、うん、あの満喫で別々寝ましょうって言ったよね僕だけホテル取ってたあれ何だったんだよ自分のだけいやホテル取ってもうこれ何回もぶり返すけどホテルあ取ってる側が悪いから、ね、そうね取るよって言ったじゃんいいじゃあ取ってよってなっちゃうこっちも ね取るよって言ったらじゃあ取ってよって言ってないじゃんん言ってなかったじゃん、ホテル取るけどっつったら、うん、なんなら取ったよって言ったんなんとか、いや、なんなら ね、 なんならねなんとかなるだろうみたいな俺取ったよみたいななんかいや、なんとかなってるしね、別になんとかなってるいや、だからみんなでなんとかなろうぜっていう話よ、ね、なんとかなるときは、うん、まあまあ、ちょっとね、心配になっちゃってねそういうとこあるの大丈夫あったよ、ね、まあ、夏にあれか、ショート、あれやってんだドラマもしもカードゲームが弱小高校がもしたらなんか頑張ったらみたいなもう覚えてねえなもう覚えてないもしもなんかもしも弱小、もしも弱小カードゲーム部が全国大会優勝を目指したらああもしたらわー夏だったね3ヶ月くらいやったんじゃない夏ちょい前かでももう、うん、夏ちょい前からそうだそうだ3ヶ月やったよね多分3ヶ月分くらい、うん、やってるやってるあ多分すみませんすみませんあの俳優さんにも取り上げられてねああそうねあ俳優さんあのソーシャルメディアの俳優さんにも ね、 ねお呼び8月いろいろすごいなあの俺らの BL 小説を見つけたのも8月だああ、うん、あとあれか8月だからあれかイベントかあ違う違う8月あのねあの田辺やらかすかっこ4ヶ月ぶり4ヶ月めっちゃ寝坊してんじゃん今年しかもどでかい寝坊ねでも本当に申し訳ないし思うんですけど本当に申し訳ないしお前が言うなって話なんですけど、うん、頑張ってますねスパンが短いあ違うスパンがちょっといや本当に今ちゃんとしないと嫌われるよ本当だ本当にちゃんとしないとダメ私言われてまあ、今年のね一文字の感じ寝るだねじゃあいやゼイゼイゼイじゃあ本当の方じゃん本当寝るだな九月だったんだでももう人気もあちょっと九月ちょっとでかいななんかあったっけでかいの田辺押しかけ新入生とのお別れ今年か今年うん、全然2、3ヶ月しか経ってないんだあれまあ今よろしくやってるからねもう忘れたの？うん残った2体でやってるからなんで買い足してねんまだいけるからこすり倒してんだな私買いなよ2つの意味でね、こすり倒しますあ、9月、まあ10月かなリヴァイ今年リヴァイ空前のリヴァイブーム、うん、10月だねリヴァイブーム流行ってなかったよ全然いや流行ってなかったよな空前のリヴァイブームで空前のリヴァイブームも1週間で終わったでしょ確かだから今これ、ね、世の中の流れも振り返れるねって言ってんだから、うん、空前のリヴァイブーム違うだから空前のリヴァイブームは世の中で起きてないもうとっくの昔よねとっくの昔にも空前のリヴァイブームはないのよなったよ進撃の巨人ブームあったよ、うん、空前のリヴァイブームはないのよあ、そうだったっけうん声真似会ではあったけどね空前のリヴァイブームはあー、11月田辺顔面大怪我あすごいじゃん、お前お前すごいじゃん忙しい大酔っ払いしてねあ、でもね、怪我はここら辺だよねちょっと残ってるもんな、まあ、普通に残ってるね最近あの顔白いなって思うかもしれないですけどあのこの 1,2 ヶ月ファンデーション塗ってますからね傷隠すそうなんですよ傷となんかと、はい、傷とそうだね、まだ塗ってるもんねあの肌が普通に荒れちゃうんで、はいお前やらかしてんな本当にね、ここが一番お母さんに怒られた寝坊とかよりねいや、寝坊、ね、寝坊なんだよね、これ結局、決めときはもうこの怪我とかだって、10時集合なのに何時まで飲んでたんだっけ7時6分8時です8時です8時です8時朝8時です8時まで寝てた、
ただ俺この前さあそうね、俺は8時まで飲んでて、8時まで飲んでて来たよね、一睡もしないで来たね。うん、うん、来ないで欲しかったね大怪我もしてなかった、うん、記憶がなくしてた、記憶はない。でもね、本当にここは本当にそう、でもね、本当にそう、すっごい振り返るとやばいね、この1年。確かに、いや、本当そう、うん、俺AGA しかないね、なんか。あ、でもほら、もうね、まあね、成長してるじゃん、すごい。え、成長著しいよね、成長著しい、この1年特に。いや、全然、いや、みんな思ってると思う、ほんと、みんな思ってる今。あ、ありがとうございます。うん、成長、うん、うん、いや、あまりにもデブ、いや、いや、あまりにもデブ、いや、でも1年前とあんま変わんない。デカキン、あんなデカキンねえよ、ほぼデカキン、あんなデカいわけないじゃん、デカキン。嘘だよ、正金なんか、痩せましたよ、ちなみに。正金かなと思ってたのにそしたら、デカ金だったみんな正金かなと思って見たら、デカ金だった。デカ金だった。だって、もう、うん、年、それこそ1年ちょい前は、うん、虫の裏側みたいだねくらい、ね、この蛇腹になるくらいの感じだった、ね、まだ今、もうボコンってもう、なんか蛇腹になんない、もう張り出しちゃってるから。え、それがあれなんじゃないの、じゃあ一回ね、公開しますわ、張り出してんじゃないの、もう昔はもっと蛇腹だったんだって、うん、分かる、このグニグニグニってなってたの、ちょっと分かんない、なんかのっちゃり、のっちゃるのやっちゃってる、あ、これこれこれ、のっちゃるになっちゃってるんだよ、出た出た出た、あれ体重は不思議なことにあんま変わんないんですよ、筋肉どんだけないんだよ、ね、筋肉がないんだと、筋肉量が、リングフィットとかも始めたけど1週間で、うん、まあね、だからそれはもう分かってた、それもリングフィットめんどくさいんだよな、あれリングフィットってそうなんだ、なんかやってるよって言ってリングフィット始めたよやってるよの人になんか言うのめんどくさいんだよな、あれどうせやめるよ、うん、11月ね、あのマー君、あー11月なんだ、うん、めっちゃ売れたね、じゃあマー君、うん、すごいね今年、うん、でもね、マー君はすっすごいいろんな人に、うん、マー君見たよって言われたかな、そのマー君のだからターン、ああ、うん、いろんな人に、いろんな人に、まあまあありがとうございます、ありがとうございます。12月、日垣さん、ああ2回目のコラボ、ね、2回目なんですよね、会うの、いや私たちが2回、このデブショーの私たちが2回もコラボするなんて、うん、いや本当奇跡よ、コラボしないね本当に。いや、コラボなんか毎年やってるけど、今年結構してる、プラプラブとかさんとか、大島麻衣さん、日垣さん、バイオリン侍さんは今年かな、少ない、少な3組、自分たちから声かけようって毎年言ってる、まあ、言ってるよ、毎年目標にしてるよね、目標だよ、うん、何いつの間にかケーキ平らげてんだよ、はい、いいよいいよ、いや、それはやっぱデブとデブだってさあ、そっか、デブとデブの、そっか、で、12月もオパンチューね、オパンチューさじ悔しいよ、これ本当に、これだってニキはさ、これで世界取れると思ったんもん、ね、世界で、みんなも思ったんだよ、うん、私たちも、いや、これはこれ、描かれてる時に、うんうん、これは、多分本当日本超えて、うん、世界、海外で純也みたいな、そう、とんでもないことになる、だからもう、本当海外スパムコメントじゃないけど、海外コメントで埋め尽くされて、日本の今まで見てたリスナーが困惑するとこまで読んでたのよ、うんうん、そしたらね、ね、広告制限入っちゃってる、広告制限入れば、大してバズる、バズねえわ、じゃあ、まだよ、まず、まだ種ってことか、これこれね、種、種なんか、これで1回目取れるはずないんじゃないか、一発ズドンじゃないんだ、だって純也もさ、そうか、一発ズドンじゃないよOKOK、あれもうレレレレレレレ、そうそうそう、じゃあ皆さん覚悟してください、またあります、またやっぱね、世界を、ただ本当にチャンネル番は本当に怖い、その本当にダメな時だけ報告してください、あ、そうだよ、そうだよ、本当に、ね、いや、まあ、してないんだろうけど、でもあれは大丈夫じゃない、お腹だよ、なんかねえ、うん、おむつもね、報告はちょっとね、報告はやめてくれよ、本当にチクんないでよなんかそのこっちはさ、今いけてないやつらがさ、おもろい漫画を描いてるのよ、ね、それをさ
いけてるよ、なんか先生先生って言われたらさ、仕組んないでよ、え、いう現象よね、今ね、仕組んなよなんなのってなっちゃうからさ、やだよ、 Google にだけ仕組んないよ先生、ダメだよ、だそんなのって言っちゃうんだから先生は。で先生にチクったやつも逃げるじゃない、なんでチクったんだやつだよ、なんかみたいな、仕組んないでよ、仕組んないでよ、おむつ履きたいんだから、おむつ履いてさ、いつでも履けるように持ってますえ、そうなんだまあでもこんなとこですかね、12月は。あ、まあそれは楽しいよな、まあ、そんな1年でした。はい、だからまとめると、まあで、最近中須さんと田辺が、ハズレ会が多いと。はい、これもだからハズレ会。まあでもね、はい、その中須さん田辺ですよね。中須田辺ですよ。野号を背負ってます。クリスマスの動画一ミリも出てなかったっすけど。え、あの壮大なサーガ、はい、なんかいっぱいいろんなキャラ出ましたよね、いっぱいいろんなキャラ出ました、出ました、そうだよ、だって長さんも長さんとも、ピチコリ、中須さんとサーベマジで一回も出ず、あれ出てなかったか、いや出てないですね、あれあんなにいっぱい出たのに、サークルメンバーたち、あ、でも大丈夫、んプレミアム公開の時にコメントしてた、コメント、メリークリスマスってちょっと言った出てる、どうなるんだみたいなの、自分がいない時期、あ、そっかそっか、感触してた、一緒に、まあまあ、ハズレの二人は黙っとけよ、おー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 、いつからこんなになっちゃったんだ、ハズレだと思われてるんだから、いやでもね、動画開いて更新来たと思ったら、うん、中さんさんが、いいや俺らのチャンネルだっつうのね、違います誰に乗っ取られてるの、長さんとサブ君、はい、とんでもない、とんでもないモンスター、とんでもない長さんと食べくん殺すしかないってじゃあとんでもない俺もう頭かち割りに行こうぜ、違う、食べくんに関してはさ、生まれが今年でしょ、うん、そうね、ちょっと早すぎるな、乗っ取るのがで、確かに自分でも自分たちで言ったら見ないもんなんか外れ出るのが楽しいんで撮ってんだけどな、いや外れこそ一番みんなニコニコして、一番ハートフルじゃない、うん、なんか、まあ、そう一番楽しんで撮ってるのに、だって多部くんとかさ、長さんの時さ、私たちその撮ってるとこ見てるけどさ、空気やばいよ、やっぱり、うん、空気やばいこと多いよ、うん、撮りたくないなって言ってもんね、俺、うん、やだなっつって、でなんか言ってるみたいなね、うん、だから反動がでかい、うん、極端やって、で多部くんも長さんも言って漏らしてたよ、嫌われたくないなってだ誰も幸せになってないけど、あれがみんな幸せらしいね、いやそうね、うん、遊戯王ジェスチャーもう一回してーよおむつで遊戯王ジェスチャーするよね、あー、おむつ遊戯王ジェスチャーね、これは世界を取れるぞ、わけわかんなくなっちゃうから、それもうわけわかんないことになってんだよ中須さん頼むやつ、中須さん頼むが外れかよじゃあわけわかんないこと、わけわかんないことか足してわけわかるようにしちゃえばいいんだよ、じゃあおパンチとボジャムで遊戯王ジェスチャーみたいな、お腹で、そうだよ、だからもう行くとこまで行くとこまで行くんだよ、まあまあまあ、はい、というわけでなんかちょうど平らげてるんで、ごちそうさまでした、はい、やっぱね、喋りながらね、はい、飯食いながらね、喋るのは YouTuber なんでね、そうですね、はい、モッパンえ、モッパンモッパンっていうのモッパン、うん、モッパン公式を、はぁ、はい、まあでもやっぱ、ビッグリスペクトということで、はい、来年も頑張っていきましょう、はい、ね、中田さん、田辺としてね、はい、来年もよろしくお願いいたします、ということで、もう寝坊は寝坊しません、お母さん、かよこさん、はい、じゃあ、まあ、うちの家庭に突っ込んでくれるごめんなさい、はい、さ言うでしょう、魔法カード発動、強制チャンネル登録、ライフポイントを4000払い、チャンネル登録をさせる、1345678911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 1